ただの茶髪です。そう、光の感じ、ドッキリ大成功。嘘です、別に特に意識してないです。光マジックならないの。お姉ちゃん帰宅しました。こんばんは。なんかすごいみんなお姉ちゃんを求めてるね。配信しようかなって思ったんだけど、昨日の夜はうちで衣替えしてたら一日終わってました。最近に溶けて当たった。お、いいね、カミフレちゃん頑張ります。そう、でもお散歩、犬とお姉ちゃんとお散歩したりとか、ちょっとだけ飲んだりとか、ちょっとだけだけど楽しめましたよ一瞬。まあ確かにお姉ちゃんの生配信は面白い。でも衣替え終わりました昨日で。頑張った。日本酒ですか、おビールですね。一緒にコメント入れたら配信始まったので忘れました、ありがとう。そう、今日はインスタを上げてみた。今日撮った、ちょうど今日撮ったやつをそのまま載せました。いいでしょう、お姉さんですよ。今日髪の毛の巻き方がとてもお姉さん。聞いて、モバメ撮ってる人は知ってると思うんだけど、今ね唇が本当に死ぬほど痛いの。だから唇っていうか口の中だね。だからベロも切れてるし、なんか変な出来物に来ちゃって、マジでなんか痛いっていうか、なんか塩っぽいもの食べると染みるストレス社会だ。いや、わかんない、なんか自分的にはストレス抱えてないんですけど、なんかやっぱり睡眠不足とかね、口内炎でもない、なんか気持ち悪いものできたから、明日病院行ってくる。自分でも何か分かんないから。なんか上唇腫れてないですか？いつもです、いつも分厚いんです唇は。ビタミン B がいいんだ。チョコラ BB 飲みまくってるよ、毎日飲んでるから。最近飲まないと栄養が足りなくてね、疲れる。ヘルペスじゃない。でもありがたいことに表には何もないの、表情によっては見えちゃうけど、だから気をつけて。直接会った時に見えたらごめん、キモいけど。そう、ちょっと早く寝るわだから今日はちょっとだけ、ちょっとやって今日あるから。わかんない、意味不明なブツブツができた中に。だから明日病院行ってくる。え、唇ってさ皮膚科だよね。口の中さすがに見ない？いや、私口でかいから見えちゃうもん。そうなんだよ、口の中丸見え子だから。キャー。でもね、寝てるんだけどね、口の中っていうかもうこの唇のマジ裏っ側、裏っ側っていうかもうすぐここ明日皮膚科に行こうと思って。今日配信しないと思ってました。マジ？してる。みんなの考えの裏をついていく。くなんて読むの？口なんとか外科。口開けて寝てますか？はい、目も口も開いてますね。全部。はい。口腔外科。すごい。飛行機飛びそうだね。え、髪の毛切った？うん、だいぶ前にね、だいぶ前に切った。20センチくらい多分切られましたね。行かれましたわ。そう、ちょっとね、本当はもうちょい長い方が理想でしたけど、まあ
どっちみち伸びるかなみたいなところで、〇〇メールで化粧してたから配信と思ってた。名推理、さすがです。言うと思った。飛びそう飛行機、航空外科、ん、空港外科、航空、そこはあれだよね、なんか親知らずかなんか抜くとこじゃないの、分からんけど行ったことないわ。皮膚科でいいかな一旦。ブツブツさ、やな、広がってんだよどんどん、やだ、早く行きたい。歯医者さんで見てもらったことある？親知らずが当たって炎症きたので抜きました。まあまあまあ、歯はね、歯じゃないんだよな、なんだろうね、唇ってどこで見るん？でも唇ってなんか皮膚だと思うやん。皮膚ではないんだけど、この顔にあるじゃん、ついてるじゃん。だからさ、なんか外科と内科ってあるじゃん。で、あ？なんだっけ、内科、ん？もう分かりません。なんかね、唇って内臓の一部なんだよ。内臓が飛び出ちゃったみたいな部分なんでしょ、人間の。内臓これ。こちら、ミヤマルの内臓です。こちら、飛び出た内臓です。唇という名の立派な唇だこと。自問自答してる、やばい。内臓見たくないです、すいません。可愛いでしょ、でも唇。本当にチャームポイントに何かできるの本当に無理。でもこういう時もやっぱり乾燥は天敵だと思うんです。だからいっぱい塗ってるリップクリーム。わかる、内臓まで全部つながってるって考えるとすごいよね。わかる、それな、なんかそういうことよく考える私も。なんか自分って脳みそ入ってんのかなとか自分には脳みそが入ってるのかなとか、なんか一個くらい入ってないんじゃないとか考えちゃう。入ってんのか、この中に。可愛いかも、私の脳みそハートかも。なんかジリジリ音がしますね、あのね、換気扇。まあ確かに賢いからな、私賢いから脳みそは入ってますわ、そりゃ。入ってますよ、もうすっごいすっごい質のいい脳が入ってます。地頭はいい定期そうだよね、地頭はいいと思うんだ自分。努力次第。宮原さんの特会興味ありますか？本当にどの点が？次のシングルで買ってみようと思います。なんで今回のシングル飛ばす予定あんのかな。やばい、確信疲れた、勉強してないだけだね、それは。そう、光の加減ね、今日の写真は。え、マジで撮ったらあれだった。でもめっちゃあったかくて、今日昼確かにめっちゃ光は強かったな。茶色です、ただの。はい、でもさ、今年の夏明るくできるかわかんないんだよね、まだ。できない可能性の方が今は高いいいけどね、また
暗くしてもいいけど。てか明るいと普通にあの傷んでる。まあ、帰りなら買えますよ。そうだね。スタッフさん慌てるレベルの明るさ。え、そんなことないよ。だって今日あったもん。できなかったら逆に黒にしてください。やばい、それは遊べなくなる。反省だ。なんか三丸反省したって言われそうだ。別に反省することしてないけど。野村さん明るい髪色似合いますね。ありがとう、嬉しい。お姉ちゃんには一緒に合わないって言われるけど、でも自分は茶髪に見慣れちゃったな。もう黒はできない、できかねるよ。いいんだけどね、一瞬黒染めじゃないけど黒みたいな感じなら色落ちしたら黒くなるからあれだけど。充電がないわ。充電ないからあとちょっとで終わるかも。今ねモバイルバッテリーつないでるの。でもモバイルバッテリーの光があと1個しかついてない。ありがとう。みゆちゃんといえば明るい色のイメージですね。わかんのよ。はい、お母さんがモバジュくれました。黒は黒で迫力がありそう。強いんだよね黒は。マジでなんかもっと人が寄ってこなくなる気がする。ただどんな髪色をしていようが多分顔面的に近寄りがたいって思われちゃうんですよね。優しくなりたい。いや優しいけどさ、黒髪ね。まあ数年後にちょっと若いうちはね、なるべく遊びたいかな。髪の毛なんか自分が一番最初なんで染めたかって、黒だとマジで気が強そうに見えるから柔らかい雰囲気の女になりたいと思って染めたのがきっかけなのね。例のオーディションがあったから。ファッションしね、そのうち紫とかになるのかね。やってみたさはあるけど、紫のなんかモーブのカラーでなびく髪ってコアカマブルーベリーで歌ってるんで、一回くらいその髪色でコアカマブルーベリーやっときたいですよ。それ以上優しかったら好きになっちゃう。あ、もう好きだったわ。私の優しさに惚れたってことで大丈夫ですか？本当に私の優しさに気づくって相当すごいよ。あなた観察力素晴らしい。そう、私の元へ一歩踏み込んでしまえば優しさに気づくんですよきっとね。気の強い女ラブ。まあそうね、私のこと好きな人は気強い女の人好きそう。山田の半分は優しさでできてる。どうかな。みゆまるの半分は何でできてるかな。みゆまるの半分は何でできてんだろうね、分かんない。なんか自分性格って言葉で表すと結構さ、なんか難しい性格してるかも。私20日連続なんて配信してないよ。虚言だよこれ。
虚言だ虚言だ、私毎日アイドルやらないからやめてください。やばい、43度だうち今日。これ何がカタカタしてるの？換気扇消す。みんなに言われるから消す。消えた？ね、今日やばい。今日さ、パーカーの下に着てるズボンさ、中学の時のズボン。やばくない？中学の時のズボンまだ着てんの。引っ張り出してきたんだけど。消えました。じりじりいったの消えました。中学の時の体操服は捨ててない。制服は捨てました。体操服ってマジで楽じゃない？しかも私体育やってなかったからめっちゃ綺麗なの、ほぼ新品。高校は制服なかった。物持ちいいね。それな、 SKE に入る前から持ってるねこれね。自分物持ちいいんだよね。あるよ武勇伝。あのね、小学校の6年間ずっと同じ傘使ってました。武勇伝武勇伝武勇伝伝伝伝伝レッツゴー。え、すごくないこれ。結構、え、結構すごくない？6年間同じ傘だよ。身長も変わってるのに。赤のチェックの傘でした。すごいっしょ。そうだから6年生の時結構ちっちゃいなと思いながら使ってたんですよ。そうでもまあなんか別に雨降った時にだけ使うアイテムとして家に普通に置いておいたら全然壊れることなくでしたね。中学になってからさすがに新しいの買いました。髪の毛ウェービーだね。え、ウェービーとはどこにも置き忘れないの偉いでしょ。そうなんだよ、自分偉い子だったの。傘でジャンバラしませんね。取られることある人に？ないよ。そう、私物持ちいいんだよね結構。もう何年も前から、何年も前に買った服ずっと家にある、傷にで。クリーニングしてクリーニングにの袋に入ったままずっとあるからなんだろうね。そう、みんな一旦さ着ないやつ全部クリーニング出すべきで。当たり前か。あ、これ見て、今日モスバーガーでもらったペン。カバンの整理したら今出てきた。かわいい。あのね、今日モスもマックも食べた。ハンバーガー食べすぎ、ハンバーガー食べすぎ。モスはワイワイバーガーセットね。で、あのマックはハッピーセット。これいつもそう、絶対そう。そう、小様ランチ。あとマクルーリ買った、家に置いてある。髪、そう、外巻き。これチキンタツタ。私冒険しないもん。あ、ベーコンポテトパイも食べました。巻くのうまいね、ありがとう。今ハッピーセットサンリオもらわんかったけど、これはこれハッピーセットもらえばよかった。今サンリオなのになんでもらわなかった。うわ、お、それは美味しそうだよね、肉トリプルのやつね。迷った、一回劇場でウーバーイーツしようか迷ったもん、同じ回なのに。でもいつも私は劇場でマックを食べるときはモバイルオーダーしてマネージャーさんに取ってきていただきます。
あら、ツーショット会追加しました。ありがとう。嬉しい。結構減ってるよね。ちょこちょこ。あ、これ好きからプレゼント届きました。ね、金のあの延べ棒みたいなやつのメモ帳ですね。あのあれですよ、お便り送った人の中からランダムだから、お便り読まれなくてもあれ届く可能性あるんで、おすすめです。お便り待ってます。バーガー一食で何個くらい食べるの？一個しか食べないよ。一個も食べきれないくらい。え、マジで最近小食極めすぎなんだよね。何も胃に入らない。どうしたらいい？治んなくなっちゃった。頑張って食べてるけど。この前お便り送った、ありがとう。完食できない、何もかも。どうしよう。え、そう、めっちゃ食べたいんだよ、めっちゃ食べたいんだよ。で、自分の胃のキャパを把握してないくせにいっぱい買って残しちゃうからね。消食直す方法ってあります、まあ、とにかく食べろってことだよね。でもなんかさ、なんていうの、世の中の食べ物に飽きてしまったのやばい、これやばいこと言ってるね。なんか自分さ、まずちっちゃい時からずっと外食なのね。外食で生きてきたの。外食でこの身長を得たんだよ。すごくない？そうだからね、なんか飽きちゃって、ウーバーイーツとかもなんか見ててもなんかみたいな、ときめきがないですよ。だから私が一番食べたいのは、あ、もう家で作るご飯ね。おばあちゃんのご飯とか大好き。家庭の味に飢えてるから、家庭のこう、なんか自分でもな、自炊しないしな。家庭の味は知ってますよ時めきください、誰か私に。誰か家庭の味をちょうだい。煮物か。煮物ね、かぼちゃの煮物得意で、私作れんのよ実は。自粛期間中とかめっちゃやってました。家族に作ってた。作れるけど別に今はいいかな。かぼちゃ切れますか？切れますよ。自分が一番好きなうちの味はマカロニサラダ。美味しいんだよね、味が濃くてもうそれはお母さんのマカロニサラダを完全再現できるんで、自分もうね、受け継いでいきますよ。伝承っていうの、こういうの。これはもうマカロニサラダはもう本当に来世まで届けたい。マジで上手だから。マカロニサラダ本当に美味しいんだよ、うちの。大好き。でもめっちゃシンプルだよ、全然なんか変わったものとか入れない。目分量だけど再現できる。マカロニとマヨネーズと塩コショウときゅうりとツナとかな。結構シンプルでしょ。シンプルイズベストなんだよね。で、コショウ強めなの、うちのやつは。塩コショウ強めで、私が好きなのはきゅうりも多め。ツナですね。ツナがうまい。生誕口の炎症腐るで。うちと変わんないでしょ。でも多分胡椒というか塩胡椒の濃さはだいぶこっちが強いと思う。マジで辛いぐらいで美味しい。でもそれが美味しい。そうなんだよ。あー、いいかも。おつまみにめっちゃいいかも。プチカフェで出しましょう。だって、売れるそれ。絶対なんかもっと一つで成り立つものだって。マカロニサラダはご飯とかおかずとかなんかいろいろね、お味噌汁だったりとかいろいろある中で成立するものですから。
あ、別にそれ単体でも美味しいけど。プチカフェでビールとおつまみお願いします。やば、未成年に人権ない。うわ、でもおつまみいいね。でもおつまみ、うん、そういうキャラになりたくないんだよな自分。好きだけどね、好きだけどちょっとキャラじゃないかな。何がいいかな。わかりません。あれはなんかあれですか、どういう基準でメンバーが選ばれてるか知らないんですけど、いつの日か私もやるのかな。何がいいかな、牛丼とかでいいんじゃない。牛丼食べたいから自分が、ただ単に。ビール飲める、いや大好き、一番好き、ビールが一番好きですね。酒飲みキャラにはなりたくないです。牛丼丸復活。え、牛丼丸結構伝説だと思うんだけど自分。宮丸の牛丼丸美味しかったよね。あれビール飲むんだ。そう、昨日お姉ちゃんとね飲みました。お姉ちゃんと会う時は大体飲みますね。てかお姉ちゃんぐらいしか一緒に飲む人いない。でもいつも二人でご飯屋さん行って、私は全然一杯くらいしか飲まない。ビールこの前初めて飲んだ。かわいい。私のねゆずぽが、ゆずぽと一緒に飲んだ時に、ゆずぽがビール初めて飲むって時に一口飲んだだけでうえって飲んでた。かわいかった。私がそれ飲んだ。私やりたい、ファンのみんなと一緒に飲むイベントいつかしたい。もっと大人になったらかな。キングは来てないよ。キングお留守番東京で。お姉ちゃんがプイちゃんのこと連れて帰ったがってたけどダメって言った。お酒飲みません。飲まなくていいよ。そう、帰った、お姉ちゃん帰った、今日帰った。やりましたよ。だいぶ服を奪われましたね。来るたびに私の服結構持ってくんだけど、でも私ってなんかまあ買って、あ、可愛いなと思って着るんだけど、なんか結構好きなやつはめっちゃ着るし、あんま気に入ってないやつはマジ1回で終わりとかあるの。だからそういう眠ってるお洋服たちはぜひもらってほしい。そうで、お姉ちゃんは割と服の系統とかが合うからいいですね。え、確かにお下がりじゃなくてお上がりだね。お姉ちゃんに上がっちゃってるやん。いやマジ衣替え大変すぎて、自分服の量がえげつないのね。マジやばい、ラックが足りないの。ラックめっちゃ買ってるもん。大変だよね。そう、好きなやつばっか着ちゃう。え、今日もね、今日も服買ったんだよ。可愛いの買った、早く着たい。なんか最近ねあんまり買い物行けてなかったから行っちゃった。ラック自作してるのすごいね。壊れない。あずにゃんにお洋服あげてないですね。まだ倉島にもあげてください。やばい、もう全部取られるわ。すっぽんぽんで特会してたらごめん。部屋に入りきってる、入りきってないですね。だからリビングにもバーンと置いてある。私の服ゾーンがあるし、自分の部屋のクローゼットも入ってるし、あともう一個の部屋にもあるし、
え、めっちゃあるうちに。え、本当にね、実家でよかった。もうやばいよ、私の目線の先に今負荷あるから、めっちゃえぐいよ。いや、さすがにすっぽんぽんではできんけど、はい、ちょっと服を大事にしたいね。フリマやりたい。やったらめっちゃみんな来てくれそうじゃん。そうだから、唯一年に1回あの生誕くじで A 賞で私服出せるじゃん。私服っていうか、まあ私服か、私服だよね。今回はね、マフラーとジャージと帽子あげました。メルカリとか入れてないんだけど、やり方わからん。まあメンバーが欲しいって言ってくれるならメンバーにあげるか。でもな、サイズがな、でかいんだよな。そう、シンプルにあげたい気持ちは山々なんだけど、サイズがでかいのと、あと系統がね、一押しになった。マジありがとうね、ありがとう。このなんか GG みたいな、 Google みたいな、なんかそのスタンプなんだ。ピカピカもあるね。お下がりね。まあどんだけでかくても、あのお直し屋さんみたいな持ってったらどうにかなるけど。そう、後輩の肌が出てしまう、間違いない。それはあみちゃん最近あんまもらえてないって悲しんでた。あみちゃんもう自分で買えるでしょ。そうだね、最近の結構ギャルっていうか、なんか露出度高めの服とか結構誰も着れないんじゃないかという、着れないっていうか着れるけど着ないんじゃないかっていう考察のもとあんまり上げてないです。キミちゃんがお直しできるって MC で話してた。そうなの、無料じゃん。キミちゃんすごい器用だね。まあ一旦なんかそう、人にポンポンあげちゃうのもダメかなと思って、自分自身で一旦服をもう、あ、もう重き古したなくらいまで着なきゃってちゃんと思うね。今日服買う時に思ったもん、大事にしようって。なんか衣替えとかすると、あ、服大事にしようって思う。なんかずっとやっぱハンガーとかにかけてたりとかしてるものでなんかちょっとでも形が崩れたら、うわやらかしたってなるし。そうなんですね、難しい。クリーニングに出しても結構形崩れしてるのと結構ある。難しい、服の管理ってマジむずい。同じ服何年も着てるよ、買いなよ。みんな服買いなよ、一着くらい。新しい服買うとテンション高くなる、上がる。白 T ばかり買っちゃうのやめたい。いいじゃん白 T、 いいと思う。いいね、みんなが好きな服着て楽しく過ごせたらいいね。おじさんファンの服は気になりますか？どうかな、でもさすがになんかちょっと清潔感なかったら気になるけど、別に好きな服着てって感じ。イベントがあるたびに服買おうってなる、嬉しい、かわいい。服よりトーク券買いますか？頼んだ、それはマジで頼んだ。全身真っ黒になりがち。私も今日全身真っ黒だったよ。
あのワンピース結構長いんだけど、今日インスタに載せたやつ X とめっちゃロングで、そうブーツも黒だったし、半袖だから一応上着手に持っとこうと思って持ってたのも黒だったし、黒じゃなかったのカバンぐらい。セーターティー大事に着てます、ありがとう。みゆちゃん好きだってやつ、へえ。みんながショッピングしてるとこ見たいな。方の珍しい姿見たりするとどう？メガネとか、え、めっちゃいいと思う。メガネはたまにつけるからいいんですよね。むしろみおちゃんに服選んでほしい。選んでいいんですか？選びたいですよ。私が好きな服装は、なんだろう。でもなんか。ピチッとしてるしすぎてるものよりかはちょっとゆるってした方が好きかな。どうだろう、あんまりわかんない、想像ついてないけど、なんだろうなあ。でもスーツは好きですね。スーツの中のベストとか好きですね。あれはアニメの影響です。普通にサンジとかね見ちゃうとね、ちょっとスーツ好きになっちゃいます。なんか結構ラフな格好好きですよ。あとアクセサリーつけてると可愛いってなる。見ちゃうね。自分に何系が似合うか教えてほしい。じゃあまた今度会った時に考えよう。一緒に女子ってスーツ好きよね。いや当たり前だろ当たり前に好きでしょ。このさ、いつも最近さ、この星の部分が2000超えたらやめ時だなって思うんだよね、ショールーム。私の子でも考えて、いいよはい、皆さんスーツはあれですよ、あのエテルニータさんがいますから、これ好きのスポンサー様でございますので、オーダーメイドスーツ、エテルニータ。じゃあそろそろ終わろうかな、早く寝よう。皆さんまたね。今日 TikTok 移動しません。またね、おやすみ、ゆっくり休んでください。またね、 X とインスタをチェケラー、バイバーイ、おやすみ。いっぱい寝ようっと。おやすみなさい。大好き。